株式会社王将は外食産業の企業。本社所在地は東京都大田区。昭屋、やるきじゃや、日本海昭夜、歌うんだ、村、王将水産などのブランド名で大衆割烹チェーンストアを全国に展開。直営店舗、フランチャイズ店舗があり、ブランドラインを総称して昭屋グループと呼んでいる。M&A も、 積極的に行い業務を拡大。創業者は平ら立つはい、喜んで。という受け答えで知られ、2010年12月よりスタートしたツイッター特設サイトの名称もこれをもじって、はい、喜んでなうとしている。ツイッターでは全国600人以上の店長が個々の店舗のサービス状況についてつぶやいている。 企業の公式なツイッターアカウントを用いてつぶやくことができる人数は一企業としては国内最大となっている。また外食企業では非常に珍しく正社員雇用を促進し外食企業の中では従業員の正社員比率が最も高く創業から現在に至るまで人員リストラを行っていない。2014年24歳の社員が過労死したことと 当時1ヶ月80時間の時間外労働を給料に組み込んでいたことなどを理由としてブラック企業大賞にノミネートされるがすでにその段階では会社の改善の発表等もなされていたため過去の事件として捉えられる訴訟では最高裁まで争われた結果労働者側の言い分が認められ会社と役員に対しても7860万円の 支払いが命じられた。2014年9月、平良子とぶきが社長に就任し、業務構造改革を発表し、労働環境の改善を推進。その後、2015年には時間外労働による労働基準法違反の疑いで書類送検されるが、東京地検の調査の結果、労働環境の改革が進み、改善されているとの判断で不起訴となった。 2020年8月31日現在1978年に社内研修センターとして設立した日本料理専門学院を前身とする。1985年に東京都知事の認定を受けて認定職業訓練による職業訓練校として開校した。調理技術の他食品衛生学まで幅広く知識と能力を持つ人材育成を展開する。 2008年12月22日に長時間の残業により24歳の従業員が過労死したとして、この従業員の両親が約1億円の損害賠償を求め、京都地方裁判所に訴えを提起した。原告の主張は、新入従業員を月額19万4500円で募集していたが、その月額は80時間の残業を前提としており、 それ以下の場合は減額され、最低月額は123,200円であった。2008年度のリクナビ求人サイトには、月額196,400円残業手当と書かれていたという。2010年5月25日、京都地方裁判所は、原告の請求を任用、同社と取締役4人に対し約7,860万円の、 支払いを命じた。判決流は、長時間労働を前提としており、こうした、勤務体制を維持したことは、役員にも重大な過失がある、生命、健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠ったと、指摘している。過労死をめぐる訴訟は、会社側が責任を負うことが、一般的で、取締役の賠償責任を認めた、司法判断は珍しい。 原告代理人の弁護士は、上場企業の役員個人の責任が認められたのは、画期的と述べた。この第一審判決に対して、被告王将側は、大阪高等裁判所に控訴する。2011年5月25日、大阪高等裁判所は、約7860万円の賠償を命じた第一新京都地裁判決を指示、会社側の控訴を棄却した。 従業員死亡までの約四ヶ月間の時間外労働は月平均百時間長で厚生労働省が定めた過労死認定基準を上回っていた。控訴審の審理において控訴人王省側は月百時間までの残業を認めた労使協定があり、外食産業では一般的と主張したが裁判所は過大な残業が状態化し協定でも補いきれなかったのが 実情に近いと認定し、36協定や賃金体系の体制づくりは、経営判断事項とする王将側の主張に対し、責任感のある誠実な経営者であれば、自社の労働者の思考の法益である生命、健康を損なうことがないような体制を構築し、義務があることは自明と、その主張を知りけた。控訴人らは2011年6月8日、 高速企画を不服として上告し、引き続き最高裁で争われることになった。2013年9月、最高裁第三小法廷は、王将側の上告を退ける決定を下した。これにより、社長ら個人の賠償責任も認め、遺族へ契約7860万円を支払う予明示大地に新判決が確定した。 名古屋市内の同社運営への居酒屋で2007年7月から2009年3月まで店長として勤務してきた24歳の元社員の男性が実際には権限のない名ばかり管理職として扱われ過労死ラインに当たる月80時間以上の労働をさせられた上管理職扱いで月80時間分の固定残業代しか 支払われなかったとして、2009年7月8日、未払い賃金と遺写料を合わせて契約570万円の支払いを求め、名古屋地裁に提訴した。2015年5月27日、東京労働局は、東京地検に時間外労働による労働基準法違反で株式会社王将を呼び、店長二人を書類送検した。2013年10月に、 昭屋有楽町店で勤務する男性社員に93時間、マメゾン小平店で調理担当の男性アルバイトに90時間の時間外労働をさせた疑いによるものである。東京地検による調べの結果、会社を呼び、店長二人ともに不起訴となった。昭屋に関するカテゴリー、やるき茶屋に関するカテゴリー、日本海昭屋に関するカテゴリー、 ありがとうございます。